つ森。家の中の監視カメラの映像です。芝生キキカントリー、間違いありません、茶々丸です。正面に立って iPhone12 カメラを起動して1枚写真を撮っていきました。突然の記念撮影です。こちらが茶々丸を見ているとき、茶々丸もこちら側を見ています。いつ何時とも気を抜くなといった煽るような表情を浮かべながらゆっくりと立ち去っていきました。ペースは羊が握っています。あつ森。島のアイドルクリスチーヌ、案内所の前で運動をしているんですが、その真ん前に立って同じようにエクササイズをするのはちゃちゃ丸です。圧倒的な自己顕示欲、天よりも高い俺様精神、人の視線を集めることが一番の快感です。目線もバッチリこちらに向いています。相手は本物のアイドルですが関係ありません。マトンステーキのようにいつか炎上しそうです。あつ森。パラモリでおなじみ、離島で開かれた多摩都主催のビンゴ大会です。今回はズームによるオンラインミーティングではありません。ボスのリュータをはじめ住民たちが一堂に会しています。何やら浜田さんから拍手が送られていますが、一等の筋トレセットを当てたというのがチャチャマルアップルのカップルです。これとは対照的に船虫を当てたのが純ビアンカカップル、落胆の表情を浮かべています。そしてピエロはまさかの景品サイド、カレーは飲み物みたいな感じです。あつ森。これは結末が見えているパターンでしょうか。不人気叩けけライブ、今回はどのタイミングで住民が離れていくのか注目です。すでにタイミングは打ち合わせ済みか、叩けけもある程度は覚悟しています。一体何人残ってくれるのか。立ち上がった。さあ動き出すのか。動き出しません。全員がどうやら会場に残るようです。普通のライブありえません。事件が起きました。あつ森。秋の一大イベント、ハロウィン、ジャックオーランタンが島中を彩っています。秋の夜空に怪しい光、さらにはケケパレードがより一層気持ちを高めます。あとは仮装が重要になってくるんですが、かなり和です。浴衣に能面の男の子が登場、和と洋が入り混じっています。白米とシチューを食べている感覚。まあいけないことはないです。あつ森。このイベントに乗じて推しとの距離を一気に近づけたいという女の子、まずは脅かすのアクションです。軽めのジャブ、さらにはちょっとした仮装でいつもとは違う雰囲気を見せつけていきます。ただここは後ろを向かれました。あまり響いていないか。さらにぐっと距離を近づけて、もう一度見たところで脅かすです。攻撃は最大の防御、一気に押していきます。ここで距離を詰めて突然のキスです。唇を奪われました。イケメンすぎる。これができる男のやり口か。ハロウィンマジックです。あつ森。人間対サソリ、命をかけた戦いが始まっているんですが、この状況で声をかけてくるのがカエルのヘンリーです。この状況を全く理解できていません。ピタッと後ろ側につけて何度も名前を呼びかけてきます。ただもし振り返ればその瞬間を狙われることは間違いありません。緊張の糸をピンと張って、さあ勝負の時がもう間もなくやってこようかというところ、相変わらず声をかけてきます。心を鬼にしてカエルを無視、そして捕まえていきました。後できついお叱りです。あつ森。人気キャラではありますが、筋トレはあまり得意ではないという3人、案内所の前でダンベルを上げています。そこに現れたのは鬼教官です。迷彩服にいかついサングラス、ここは米軍基地でしょうか。5分前行動、敬礼は90度、常に輸血ができるように3人の血液型もしっかりと把握しています。緊張感に満ち出した3人の表情、サングラス越しにピエンの瞳を光らせています。